い、皆さんこんにちは。そしてこんばんは。お仕事お疲れ様でした。今日も一日お疲れ様です。ファミリーグランパスくんのお時間です。いつもねご視聴いただいてどうもありがとうございます。今日もですね、例によって撮影していくんですけども、今日はね1月の14日金曜日になります。3日連続、撮影となっております。皆さんのね、視聴がですね私のエナジーとなって今日の3日目、4日目と、続いていきますので、どうぞ最後までご覧いただくとありがたいと思います。はい。今日はですね、タイトルにもありますけども、フィジオ来たよということで、酒井宣義選手の可能性ということでお送りしたいと思います。はい。フィジオですよ。ね。中谷選手が今回のね、練習最中にですね、吠えましたね。フィジオ来たというタイトルでお送りしていきたいと思いますけども、そういった記事がございましたね。酒井宣義選手ね、と、その前にですね、そうだ、すっかり忘れてました。皆さんのね、ご視聴、いつもありがとうございます。非常にね、昨日はね、名古屋グランパスの、激震、残留から一転守備率多く対談なのか、というタイトルでお送りしてきたんですけども、視聴回数もね、400回近く、伸びておりまして、これもですね、一重にですね、皆さんのお力添えだと思っております。ありがとうございます。さらにね、コメントがですね、めちゃくちゃたくさん来ていてですね、私本当に嬉しいんですけども、ちょっと紹介だけ今回させてもらっていいですかね。スポンジバブさん、グラサポです。クバ以上の選手、これから先、なかなか J リーグに現れないと思います。絶対に残してくれ、と。わかりますよ。クバ選手はなかなかね、彼以上は多分、ね、そうやすやすとね、獲得できる選手のあのクオリティではないと思いますね。私も全くの同感ですね。ありがとうございました。続きまして、赤赤さん。クバには残ってほしいですが、ドーピング検査の結果次第ですよね。B 検体も陽性なら、不服申し立てをしても、年単位の処分をされる可能性もありますし、その資格停止が解かれないことを考えると、クバの対談は致し方ないかもしれません。ただ、チームとしては分析結果が出るまで待ってほしいですね。クバのような素晴らしいストライカーを獲得するのは難しいでしょうし、それこそ新たにお金がかかりますからね、と、長文失礼しましたと。いや、大丈夫ですよ、長文でも。やっぱ皆さんね、クバをですね、非常に高く評価しておりまして、素晴らしいストライカーとみんな口を揃えて言ってますね。はい、続きまして、ヘイじゃねえ。はい、続きまして、マッツ・フンメルスさん、ありがとうございます、コメント。クバいなくなるのは悲しいけど、クバに頼りきりっていうのもあかんと思う。それと個人的にファミリー呼びはキモいと思ってるから、サポーター呼びがいいと思っとる。なるほどね。クバの意見もありがとうございます。これは、長谷健監督がですね、ファミリーって呼ばずにサポーターと呼んだことに対してですね、あのコメントいただいたんですね。いろいろありますよね。ファミリーがいいって言ったり、サポーターがいいって言ったり、それぞれ、あると思います。私はですね、どちらでもいいと思ってます。まあ、ただですね、このチャンネルにもありますように、ファミリーグランパスと名乗っておりますので、まあ、ファミリーっていうところを強く、今のところ押していきたいなと思います。はい、ありがとうございます。では最後、コマさんですね。いいですね、ずしっと。こんな一言につきますね。クバしか勝たんということで、間違いないです。クバ以外はいないです。クバ、頼む、残ってくれと。いったところでですね、前半戦の、というと、コメントの紹介させていただきました。はい。はい、ではですね、本題にもあります、酒井宣義選手の可能性についてということでお送りしていきたいと思いますけども、まず酒井選手のですね、紹介させていただきますと、酒井選手、日本とドイツにルーツを持つ酒井選手なんですね。なぜかというと、日本とドイツのハーフなんですよね、酒井選手は。なんと、長男は柔道家。次男は神戸の酒井豪徳。四男はドイツの下部でプレーする酒井康生。で、宣義選手は4人兄弟の三男坊なんですよ。全員がアスリート。さすがですね。これはかなりの良血。ということで、弟の豪徳と同じ、新潟ユース出身だと思い込んでいますが、ユースには入れず地元の帝京長岡高等学校に進学しております。ポジションもボランチだと思ってましたが、高校時代はフィジカルを生かしたパワフルなフォワードとして活躍し、新潟入団を勝ち取りましたと。ね。あとね、兄が酒井豪徳。ということで、タイプとしてはですね、宣義選手はですね、書いてますね。マルチポジションをこなす選手なんですね。意外と、思われるかもしれないですけども、ポジションはですね、フォワードではなくてですね、今までですね、数々のポジションをやってきた選手なんですよね。後から紹介しますけども、ただですね、名古屋グランパスに来たのも、最前線を任させてほしいといったところで、本人もですね、フォワードに強い意欲を燃やしてございます。まあ、フォワードといってもですね、まあ、山崎選手だったり、その他もろもろ、山崎選手がフォワードとして今いなくなってしまう。久保選手もですね、対談っていうところが可能性もゼロではないものですから、そういった代わりとしてですね、酒井
選手をですね獲得したっていう意向もあると思います。まあその中でですね、彼のですねヒストリーをちょっと遡っていきましょう。なかなか面白いですよ。まずですね、新潟に入団します。新潟に入団して1年目ね、フォワードとして、コンバットされます。その後ですね、左サイドバック2年目やります。まさかの、3年目がこれフォワードとボランチなんですよね。まあ、フィジカルを生かした中心軸っていうところのボランチですね。多分対人が強いんでしょうね。というところで2014年に移りますけども、これが福岡に移籍します。福岡に移籍すると、ここでまたフォワードになるんですね。フォワードで2年間で17得点挙げてございます。ここでですね、また新潟に帰ってこいと。これレンタルで行きます。新潟に帰ってこいということで新潟に行って、その後大宮に行きます。で、大宮に行って、実質これ、結果が残せずにですね、戦力外的なところだったんですけども、まあ、鳥栖に、移り変わってですね、フォワードですよね。フォワードで、去年はですね、8得点、上げてございます。記憶に、新しい方も、いらっしゃると思いますけども、名古屋グランパスでも得点を上げてございます。身体能力抜群なもんですから、素晴らしいボレー、決めてございます。そうなんですよ。彼はですね、日本とドイツのハーフであるゆえにですね、類まれ見る、身体能力を活かした、対人プレーが得意でございます。ゆえに、中谷選手が言った、フィジオー来たよということになるわけなんですよね。ではですね、私が印象に残っている2ゴールを最後お届けして、酒井選手の活躍を願って終わりにしたいと思います。先頭から島川、一度下がっていいの。シンプルに酒井、見事2対0。いやー、すごいクロスでしたし、まあこれも素晴らしいゴールですね。やっぱり酒井選手、これはですね、山崎選手も素晴らしい選手ではあったんですけども、私個人的な意見を言わせていただきますと、山崎選手の体の大きさ、強さ、ポストプレーの、フィジカルプラスアルファアジリティの身体能力が加わって、かつですね、データに見るとですね、酒井選手は縦への走り出し、飛び出し、こういった回数が J リーグのかの、トスの中でも抜群に多いみたいですね。かつ、1対1が強いというデータも出ておりますので、これはですね、印象プラスデータで見てもですね、活躍する可能性が非常に高いと、私は思っております。また、見てください。フォワードとして、あまり、専門職では今までやってきてないもんですから、フォワードの、まだ、伸びしろは十分にあると、考えてます。名古屋のですね、パスセンス、豊かな選手もたくさんいらっしゃいますので、その、選手たちとですね、うまく噛み合えばですね、これ、酒井選手、2桁得点、夢じゃないと思いますよ。そう考えるのは私だけじゃないと思います。どうですか？皆さんも酒井選手に期待している方、いらっしゃいましたら、コメントで、酒井、頑張れと。いったコメントをいただくとありがたいと思います。またですね、それ以外にもですね、いろいろなコメントをいただくとですね、私の励みにもなりますし、この YouTube のお時間でもご紹介させていただきますので、ぜひですね、このチャンネルの活性化も含めてですね、ご協力いただくと、コメントいただくと、私の方もありがたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。あとですね、いよいよですね、明日、15日土曜日ですね、新体制発表会ですね。ここでですね、言われてるのが、まあ、いろんな、憶測もありますけども、まあ、久保選手の進退、プラスですね、サプライズあるかどうかっていうのもにわかにですね、盛り上がっておりますね。サプライズ発表っていうのがですね、期待は若干しますけども、どうなんでしょうかね。まあ、あってもなくても、今回はですね、十分補強しております。レオシルバさんも入っておりますし、名古屋グランパスやってくれるでしょう。はい。今年もですね、長谷健監督も、新体制ということで、また、リニューアルしたグランパスをですね、皆さんで、応援していきましょう。頑張っていきましょう。はい。あとですね、ごめんなさい。前後しちゃってますけども、私のチャンネルのですね、コンセプトを、まず、コンセプトをですね、お伝えし忘れてたんですけども、ここの、今更ですけども、まずお伝えさせてもらいます。次からですね、冒頭に説明させていただきますけども、これ、グランパスの、この毎日放送を通じてですね、グランパスだったり、サッカー、まあ、グランパスですね、グランパスのことを少しでも興味を持ってもらったり、
まあ、グランパスファミリーにはですね、より、グランパスを盛り上げれるような、情熱を燃やせるような、背中を押せるようなチャンネルにしていきたいと思います。ここからですね、このチャンネルを起点にですね、少しでもグランパスの力になれるような、一助になれるようなチャンネルにしていきたいと思います。ここからですね、グランパスを少しでも盛り上げれるようなパワーがですね、私の方から送れればなと思って立ち上げたチャンネルでございますので、皆さんで作っていくチャンネルと考えてください。ファミリーのみんなで作っていきたいと私は考えております。なのでね、ツイッターだったり掲示板だったり、そういったところもですね、コメントも拾っていきますし、このチャンネルのコメントも拾っていきます。ぜひですね、参加型、全員参加型で進めていきたいと思いますので、ぜひですね、いろいろな、要素、グッドボタン、チャンネル登録、コメントの方よろしくお願いします。では今日も終わりたいと思います。ではまた明日。